ライドスノーボードはアンディです。2223に出る新しいグラフィックの屋外を出る一番好きな板バーティックです。まあ言わずと知れたショートファットボードの代表みたいな板なんですけど、まあ形状的にはフラット、それで僕が使用してるのは151なんですけど、ウエストが 26.5 あるので、バーティクルっていう板はよく身長体重で板を選ぶ人が多いんですけど、僕的には足のサイズで選んでほしい板なんですね。例えばまあ48の板だと、バーティクル48だとウエストが26なので、まあ26から 26.5、27の人が乗ればいいかな。で151になると 26.5 のウエストがあるんで、好きな人は6からまあ29とか、つまりサイズの人まで乗れると思います。でワーピングっていう板は、まあ、ノンカテゴライズというか、どこにでもフィットする、まあ、パウダーだろうがグルーマーのカービングだろうがパークグラムトリップという全てのシチュエーションで面白いので、僕も、まあ、出た時から乗ってたのが6シーズン目なのかな。でずっと6シーズン乗ってるけど、まだ飽きないです。すごく面白い板で、本当にノンカテゴライズ、そしてまあショートボードなんで、すごい取り回しがいいくせにエッジングがすごいしっかりしてる、すごい安定感がある、不思議な板、ぜひこれみんなに乗ってほしいです。